2D アニメーションだとかその 3D アニメーションっていう提案もあったんですよね。できることならばやっぱりストップモーションでお見せしたいなっていう思いがあって、あの美里さんのイメージを形にするために今しかないなみたいな感じで、いやめちゃめちゃフレッシャー、めちゃめちゃフレッシャーで いつもモルカーを応援してくださりありがとうございます。本当に第一期を放送した時からまさかちょっとあんな量のファンアートとか、まあ、いろんな自分でこうモルカーを作ってみたとかそういったものがなんかたくさん生まれるとはちょっと思っていなかったので本当に嬉しかったです。でやっぱりなんかそんな熱い応援もあってかこの度ちょっと新シリーズを制作が決定しました。ありがとうございます。小野花さんはモルカーの第一期でも一緒に携わっていただいたそのスタッフの方でして、もともと芸大の大学院の時からそうですね、はい、ご挨拶はさせていただいていました。そうですね、はい、で小野花さんはまあちょっとそのトーマさんという、まあ、もう一人ちょっと小野花さんとの同期 その芸大生の方と一緒にこうユニットを組んで宇宙ピーポーっていう名前のユニットを組んで、まあ、なんかこう平面アニメーションだったりそのストップモーションだったり、まあ、中にはちょっとポプテピピックとか、まあ、毛玉のゴンジローとかなんかいろんな作品で、まあ、ゴンジローとかは確か一緒にこう、そうですね、お仕事もさせていただきましたね。いろんな幅広い表現でアニメーションを作られている方ですね。ちょっとモルカーの新作として 2D アニメーションだとかその 3D アニメーションっていう提案もあったんですよね、はい、まあ、ちょっとやっぱりちょっと自分なかなか忙しくて動けなかったということもあるんですけどもちろ なんかそのモルカーというコンテンツをもっと幅広く見せられたらなと思うので、こう 2D とか 3D でアニメーション展開されていくっていうのはむしろいいことだなと思ってはいたんですけど、まあ、やっぱりこうそうですね、まあ、個人的にやっぱりストップモーションアニメーターとしてやっている身としては本家のそのものの可愛さっていうものがあってからのそのいろんな展開だと思うので、できることならばやっぱりストップモーションでお見せしたいなっていう思いがあって、まあ、ちょっとそこでどうしようっていうふうに話し合っていたところで、はとこじゃあ小野花さん宇宙ピーポーさんにお願いしてはどうかっていう感じでこの度お願いして作っていただくことになりました。いやめちゃめちゃフレッシャー、めちゃめちゃフレッシャーで、そんな気がしていましたいや本当にもうでも最初のシリーズが本当に大人気大盛況という感じだったので、まずその皆さんのそのワクワク感を熱を冷めさせてはいけないというなんかこう危機感というかそういうのが強くあって、その宇宙ピーポーでも可愛いフェルトパペットであの作品を作るのが好きだったりとかして、でその大変さとその可愛さがどう表現されるかっていうのを見てるとやっぱり強いんですよね、ものとしてあるその人形に命が吹き込まれていくっていうのがやっぱ感動的なものがあって、それをまあやっぱ作品を通してすごく強く感じるので、その尊敬と同時に感動の予感というか次作りたいものはこういうものなんだろうなみたいなイメージがやっぱ強く伝わってきたというか、その楽しいの気持ちをどうにか絶やさないようにっていうのが一番強かったですね。やっぱりあの美里さんのイメージをどうにか形にするために今しかないなみたいな感じでお引き受けした感じでした、はい、ありがとうございます。そうですね、なんか小野さんどちらかというとその平面で結構アートな作品を作るのが得意なお方だなという印象はあったんですよね。なので結構なんか やられてるその仕事っていうのもかなりその幅広いなという印象はありました。 CM とかアニメーションのエンディングの PV、なんかそこでなんかもう羊毛フェイトで作られたアニメーションだとか、そのまあ 2D で作られた結構抽象的なアートな作品っていう、なんか本当にアートとエンタメが両方組み合わさった印象ですね。 ありがとうございます。で私は割とその、まあ、コンセプチュアルというかコンセプトからどういう絵にするかみたいなのを考えるタイプなんですけど、美里さんはもうもっとこういうのがやりたいっていうビジュアルがバンと出てからあのそれを本当に達成していくぞっていうタイプの方で、もう肌からエンタメが出てるというかなんていうかもう息をするように楽しいと可愛いとワクワクがもうババババババっていっぱい出てくるタイプの方だなっていうのは、まあ、会話でもそうなんですけど実際お仕事を一緒にさせていただいて、やっぱりそのアイディアの出され方だったりとか形にしていく工程の流れだったりとか、最初からキラキラ輝くイメージがたくさんあの出てくる方なんで、そういうそのイマジネーションの部分ですごい感じていて、言葉がない作品ですけどその行動と意思の愛らしさというか
それがこう演技の隅々まで行き渡ってる、丁寧に作られてるっていう状態で、さらに人形のその造形の可愛さとかカラフルさとかリズム感とかもすごい楽しいですし、あとはそのやっぱ美里さんのエンタメ好きっていう、そのいろんなそのエンターテインメントの映画だったり漫画だったりアニメだったりっていうのの好きのイメージがいっぱい散りばめられててっていう、それにやっぱいろんな方ワクワクしますよね。それが一番大きいのかなと思いますね。最終的にはキャラクターデザインをその子供でも描きやすいフォルムにしたのはすごい良かったなと思いましたね。実はなんかモルカーってなんか黄金比を元にで、やっぱりモルモットってこうお尻が大きくて意外と鼻先がこう細いっていう感じがあるので、なんかそれをよりデフォルメしたらなんか黄金比みたいな、なんかビジュアルになったっていうなんかそのシンプルさ、シンプルなデザインっていうのもまたなんかこう多くの人に親しまれやすいものになったんじゃないかなとも思いましたね。なんか当初ってもう少しリアル寄りなモルモットのデザインで企画をしていたので、ちょっと毛並みとかもちょっと複雑な感じでしたよね。そうなんですよね、うん、なんかそれはそれで、まあ、面白いのかもしれないですけど大勢の人たちに親しみ持たれるかって言われると、なんかやっぱりもう少しデフォルメ、やっぱり幾何形を元にしたキャラクターデザインっていうのがすごい印象に持たれるんじゃないかなと思いますね、うんうん、あとやっぱりなかなかこう犬や猫が主役の作品って数多くあるんですけど、なかなかこうモルモットをメインに取り上げた作品っていうのがなかなか少ないんですよね。多分自分がしているのってなんかスパイアニマルのなんか G-Force とかっていうなんか海外の実際モルモットがなんかスパイとしてなんか潜入したとかしたりする映画なんですけど、やっぱりモルモットって声を聞くとすごいじわじわくる、なんとも言えないあの独特な魅力があるんですよ。やっぱ実際飼われてるからこういろんな表情を知ってらっしゃるから親しようですよね。そうですよね。なので、まあ、やっぱりなんか元々はやっぱり朝の小さい枠でその放送していただいたっていうこともあったので、モルモット好きの間でこう話題になってくれるといいなっていう思いはあったんですよね。その予想していた以上の広がりが今回あったので、で一期だけで終わらず今回まあこうして新シリーズっていう風になったのは本当にありがたいことだなと改めて思います。